こんにちは、デリッシュキッチンです。豆苗たっぷりピリ辛うどんを作ります。豆苗1/2パックは根元を切り落として3センチ幅に切ります。ニンニク1かけはみじん切りにしましょう。生姜1かけもみじん切りにします。フライパンにごま油大さじ1/2を入れ、ニンニクを入れ、生姜を加え、豆板醤小さじ1を加え、香りが立つまで弱火で熱します。豚ひき肉 150g を入れ、肉の色が変わるまで中火で炒めます。酒大さじ1、砂糖小さじ1、醤油小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1/3、水 50cc を加え、水分を飛ばしながら3分ほど煮詰めましょう。冷凍うどん2玉を耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで袋の表示時間通り加熱します。豆苗を加え、オイスターソース大さじ1/2、醤油大さじ1/2、ごま油小さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。器に盛り、豚ひき肉をのせ、糸唐辛子を少々、白いりごまを少々散らして完成です。よく絡めてお召し上がりください。